ここはやっぱみんな知ってるんですかね。なんか僕が紹介するっていうのもなんですけど。おお、自分でやるタイプ。あんまりない。あんまりないってだから自分でやる人。ここみんな知ってるか、サポーター。サポーターみんな知ってるか。結構来る。今夜お前。何回か来たことあります。あ、でもこういう、こ定食の方は多分。あ、一回、一回食べたことあります。ちょ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 。もうシェフもふざけてんすよ。見てくださいこれ。下駄。下駄履いてるイタリアンのシェフなかなかいないです多分。下駄。もうなんかちょっと待って、なんか飛び入りで一人来たんすけど。いやいや、まあ、今始まったばっかだからやめて。なんか呼ばれてるかな。さすが。うん、食べてく？食べてく。自分が作ったみたいなけど。いや、ちょっと勝負を引き出さんといかんじゃん。で視聴者の方はやっぱり勝負ってなんだっていうね。え、でも本当話すようなことないですもん。あの休みの日とかマジで、この前本当自分でも末期だなと思ったのは、京都駅の伊勢丹あるじゃないですか。で、あっこでもう下から上まで全店舗何があるかウィンドウショッピングをしたっていう。お前マジ暇やん。何にも買ってないです。ただ歩いて終わった。警備員いいやん。ショウ、マジで。で、ショウはもう休みの日だってずっと一人でスタバ回ってるじゃん。いや一人でずっと回ってるんでしょ。一人でグリグリしょ。やろ。もうマジで。もう一人でずっと。そうやろ。もともとはコメダコーヒー派だったんですけど。なんでちょっとスタバの方に行ったん。ちょっとシティボーイに。うわこれヘンリーの住所とかも言っていいの？ダメダメ。あ、危ない。それか。これちゃうか。あ、じゃあ真面目な、ちょうどここをあのトレバリーっていう、ちょっとやっぱこう食とかこだわる？全然す。でもお菓子とか、うん、ハンバーガーとかは食べない。すっごい美味しいなってなんないです。グルテンフリーの人がいる、そこ、うん、ここに。いや、だからここでグルテンフリーやってんだけど、あの米粉のパスタで作ってくれるんですね。美味しい。え、全然違うんですか普通のパスタと。いや味が違うって。米粉とやっぱ難しいですもんね。普通一般的に作ったら、うん、ボソボソのパスタ。全然もう普通にもそんなん分からん。米粉のパスタって言わないかったら、うん、めちゃくちゃうまい。で、実際どうなんですか、グルテンフリーにしてから。いや、どうやろう。でも今年はでもその調子がいいから、なんか確かに去年はなんかいろいろ去年はもうあのウイルス多分俺のこと好きやん。ウイルスで俺のこと好き、はい、だから今年だからそれよね。もうだからより体調管理とかサッカーに費やす時間 を長くなったかな。まあある程度こう張さんとかがやりたい、まあ、京都がやりたいようなサッカーに慣れてきたというのもあるし、守備のやつが絶対むずいと思いますね。僕とかヘンリー後ろからこうどっちかって言ったら見てることの方が多いじゃないですか。あ、まあそうだね、見てたらあもうちょいこっち行ってほしいなとか思うんですけど、やってたら距離感とかちょっとしたズレとかは分かりにくいだから、まあ、むずいだろうなと思うんですけど、だからそれ慣れるのはめっちゃ時間かかると思います。でもなんかもう俺はもう任せてる、あのお前らの声というか後ろのその中盤とかディフェンスラインの声に、そこであんま頭使いたくないというか、逆にディフェンスって無意識が良かったみたいな時ある？スライディングする時は絶対無意識で行った方が早い。あの切り返すかもって思った時、まあね、うん、思って滑ってると間に合わないです。ちょっとあもう本当にピンチの時は相手がビッグチャンスじゃないですか、うん、だから打つんでほぼ滑っても切り返されないです。ほぼヘンリーも一緒。はい、そうですね。ギリギリいけるかなっていうので、多分動き出しは直感的にいって、近づいてじゃあ相手シュート打つとか、触られそうになった時に、こうなんか、自分を疑うというか。ああ。
やっぱ入れ替わるのが一番怖いんで、で意外と合わせに行くと、まあ、ちょうどガシャンって当たったりとか、いい対応になったりですね。でもこっちからしたらディフェンスがあって思いました、勝ち勝ちというか、でちょっと半テンポ遅れたなみたいなのを誘いたい。確かにやばいと思ったらやばいっすね。そうやばいと思ってうわっててくって切り返しとかさ、あの3人滑った時ですか、どこでしたっけ、札幌か違うか、いや福岡、どこだっけ、福岡、うん、とかね、ああいうのもやっぱこう練習でが生きてるよねって思う。やっぱ練習大事だなって思うな。なんかもうシュート入るなって時はもう雰囲気出てますよね、その前から。そうっすか、はい、だから僕はもう広島の時はもうシュート打つ前から喜んでました、うん、まあ、そうだよね、はい。一人でもガッて広げようとしてましたから、しっかり映ってました。ありがとうございます。なんか分かります、でもあ入るみたいなって時ってあるよね。チャンス、ディフェンスあるんかな、攻撃ってなんか意外とある、なんかこうあ入るみたいな、今日入るみたいな、ボールあくるくる来たみたいなって時ってやっぱなんかあるんよね。でもなんかそうじゃない時もある、なんかそうじゃない時も経験してる。今シーズン後半戦入って全然あの結構チャンスがありながら点を取れないみたいな時は、あちょっと入らんなみたいな時期が結構長く続いた。じゃ、ね、そうない時はどういうモチベーションでいってるんですか。いやない時は逆になんかそういうネガティブにならずに、どうなんかチャンス決めれんかったなっていうよりかは、チャンスを作ってるというか、ビッグチャンスを作ってるっていう方に持っていくから、確かにポジティブな方に。それこそ翔子とかヘンリーとか後ろがしっかり守ってくれてるのに、もう1点差で勝てない試合とかがあったじゃん。でそれで決めてればっていうのは、まあ、申し訳ないなっていうのはあるけど、やっぱりこう良くても悪くても続けるみたいなことは意識してやっとこう取れたっていう。だから結構なんか自分の中では大きいゴールだったと思うな、広島の時は。で勝ったし、うん、いやでも別にトヨ君がそんな長い間点取ってないっていうイメージなかったっす、うん、まあ、でも体的に調子は良かったから、なんかこうあとゴールだけみたいなね、全然気にしてなかった、そういうの、うん、なんなら自分たちの責任の方が感じてた方なんで。いやいや、まあ翔吾もね、珍しいヘディングシュート、逆にそれ決めるんかいっていう、ね、お前そっち決めるみたいなまあであれ勝ったしな。翔吾も苦しんでたよな、今年。はい、苦しんでた。いやめっちゃ最悪っすよ、もう。あ、何オンゴールってこと？開幕戦もそうだし、オンゴールもしたし、そうだな、そうだな、PK もやったし、まあでもなんかそうやって成長していくんじゃない？客観的に見たら多分そうだと思うんですよ、うん、その長い目で見て、客観的に人の人生パッて見た時に上下していくもんじゃないですか、うん、だから自分は今そのちょっと落ちてるっていうか良くない時なんだろうなと思いますけど、うん、やってる本人からしたらやっぱ毎年ガーッと上がっていきたいから、あ、はいはいはい、そこのちょっとギャップみたいになったんですけど、落ちてるなって感じる、はい、良くないっていうか、そういうのはなんか運とかじゃなくて必然的にそうなってるんだろうなみたいな。あ、そういうの感じない方がいいんじゃない、なんか後で喋る時に、はい、いや俺もう何回退場してさ、何回オンゴールしてさなんか苦しんで苦しんで、いやでも俺はここたどり着いてる、日本代表とかさ、なんかずっとこうなんかあんま面白くないよね、その人の話聞いてても、何もなくこう来てる人って気にしてない感じになるのが嫌なんですよ。一回だからミスするとするじゃないですか、オンゴールでもするとするじゃないですか、
なんかそのことについて真剣に考えとかないと、うん、また、うん、すぐにはやんなくても2年後3年後でまたやると思うから、その時にしっかりそこは対処しておきたいです。なるほどなるほど。なるほどね。あでもそれってヘンリーもそういう感じ。こんなきちっとできないですね。あ全然。あなるほど。運じゃなくて本当に理由があって。トータル的に何かが一個決定的な理由があってできてないとか、そういうのが形になっちゃってるとか、 PK とかも審判のいろいろあだこうだとかあるかもしれないですけど、なんかもっと前にいろいろ理由はあるんじゃないかとか、もっとなんかこうできたんじゃないかみたいな、はい、あでもまあそれを考えるのは別にいいよね。けどなんかその考えすぎないっていうのが大事なんじゃん。でもなんか考えすぎてるのを見せてもダメだし、考えすぎてても考えすぎなくても両方なんかチームメイトに感づかれるのは良くないと思ってるから。あなるほどね、はい、元気ないとか。あなるほどなるほどなるほど。そう感じさせるのが嫌というか。そうす。あずっと同じ、何があってもずっと同じって見せとくけど。あはい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 、すごい考えてんだろ細かいっす。めっちゃ家で死んでますよ、あのやらかした日とか次の日とかもうハッてなってる、はい、もうやっばみたいな、終わったみたいな。あそう、はい、でもね俺多分そうなったら持たん、こう メンタルが持たない。あ外した時とかは、まあ、そのシーンを見るけど、いやここまでよう持っていったなみたいな。あほんとそっち、外したことより、いやここまでよう3人かわしたなみたいなそっち全部そっちに持っていく。いろんな人とかやっぱこう慰めてくれるじゃないですか、うんうんうん、言ってくれるじゃないです か、うんうん、か後ろの選手だからそういうのはあるみたいな、うんうんうん、長い人生、うんうん、サッカー人生ってそういうのあるんだから気にすんなみたいな、うんうん、あんま好きじゃないですそういうのが。あそうな、うん、後ろの選手だからあるよみたいな。そのかけてくれることは嬉しいですけど、うん、それを自分がそうやって思うのは嫌なんですよ。あ後ろの選手だから仕方ないみたいな。なるほどね。でも言われるよ、嫁とかにも。なんて言われるんですか。入らんねーみたいな。いやでもそういうのがいいよね。でだから娘にパパ全然入らんねーみたいな。いや言われるじゃなくて娘に言ってるよ。嫁がねまだ喋れないけど。あの入場の時もろかったっすね。娘えぐいぐらい泣いてて。いや泣く子は言いますもんね。別に泣く子は言まあまあってパパ抱っこしてまあ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 ってもう泣きちゃう。相当多分翔子たちからいやこれ俺全然パパしてないんだろうなって見られてる。いやそんなことないよっていう。だから早く帰った方がいいっすね。さあ担当夢を踊るさ、一つアドバイスやろうか、はい、最初からせん方がいいよ。ああなるほど、最初からしちゃうとしてくれるもんだみたいな、うん、そうなるみたいな。これ見てる人やばいな。